昼下がりのホッキ星。星々はなぜそこに生まれ何のために生きるのか。それは誰にもわからない。ただそこにあるだけだと言ってしまえばそうであろうが、果たしてそれは答えなのだろうか。実際には何かしらの意味合いが隠されているのではないか。人類は古来からそう考えた。 あらゆる技術や知恵を駆使し、この問いと向き合ってきたわけだが、私個人はこう思っている。それはおそらく、別の次元と密接につながる、全く異なるエッジを理解してこそ、わかることだろうと。お、見える見える、おっぽの細かいところまで、くっきり、すげえ。わあ、めちゃくちゃ綺麗だね。一体的だし、手が届きそうに感じるわ。この新しい望遠鏡。 最高じゃん。全くブレないし、両目で見えてズームもできる。それな、おまけに、詳しい解説とか、使いとか写真も添えてくれて、浸れり尽くせりだな。高いんだろうな。こんなに便利で安かったら、即いなんだけどな。欲しい。マジで欲しいな、これ。今回のフェアで特価販売してるらしいぜ。買っちゃおうかな。 天文ファンが集った水性観測会は終始こんな具合で大いに盛り上がっていた。今回、新製品のサンクルを試供してくれたレンズメーカーさんには感謝してもしきれない。専門機関には随分前からプロトタイプが配布され、機能のブラッシュアップが施されてきたが、それらがようやく一つの商品として結実し、一般ユーザーの手元にも届けられる運びとなった。 肉眼でもはっきり楽しむことができるという点が今回の水星の大きな特徴ではあるが。もろん、性能のいい望遠鏡なり双眼鏡なりで観察をすると、より緻密にその個性を味わうことができる。あ、なんか弾けなかったか今、頭のあたりでさ。だよな。俺も見たぜ。一瞬パンって、細かいのが飛び散ったよな。やっぱそうか。 僕の目にゴミでも入ったのかと思ったけど、リアルな現象だったんだ。すげえ。トンピシャで遭遇したなんて、ほんと最高じゃん。ラッキー。これさ、私の望遠鏡じゃ見えなかっただろうな。チックショー、たまって。天文マニアたちは、自らご自慢の愛機を傾向し、互いのコリシーや愛着を共有し合うものだが、今回に限っては、そうした場面は、 まだ少ししか見られていない。それほど、この新製品は注目を集めていた。ずらずらと稲らぶ高価な望遠鏡たちが、なんだかかわいそうに思えてくる。大方の予想に反し、刺して高額ではない部類に入るこの新製品は、これから大流行するだろう。手のひらサイズで軽く、制御も簡単、手入れに手間取ることもないシンプル構造、それに加え、コーヒー稲見味と、 親切なガイドシステムまで備えている。恐ろしくユーザーフレンドリーだ。さあ、皆さん。そろそろ、メインイベントである水星観測会を始めます。中へどうぞ。ああ、そうだったそうだった。あまりに感動して、すっかり忘れてたよ。なんでこった。きっとそうおっしゃるとは思っていましたが、本当にそう言われちゃうとは。ごめんごめん。あれはあれ。これはこれ。 だからさ、見せてよ。お願い。ありがとうございます。お世辞でも嬉しいです。さあさあ、足元にお気をつけて。ムーンガザ天文台の売りは、直径 100km のクレーター全体を使った、超巨大望遠鏡としての天体観測機能だ。地球上でも、同様のシステムは活躍してきたが、ここは月面。大気の影響がなく、電化干渉も限りなく少ない。 最高の環境だ。一同は天文台のとある一室へ通され、観測機器に囲まれた大型ディスプレイと対峙した。冷えた空気が走り、独特な緊張感を呼んだ。ME13 年9月1日。ムーンガザ天文台。